藤田知恵は、1978年2月24日生、かつて、山形県を拠点に活動していた、フリーアナウンサーローカルタレントで、元、NHK 山形放送局の契約キャスター。山形県、村山市出身。山形県立山形北高等学校、宮城学院女子大学卒業後、2000年、NHK 山形に入る。入局後は、 他の契約キャスターと同様に、昼前や夕方の報道、情報番組を担当していた。当時は、同期に、巨乳で後に、全国区の有名人となった、古瀬エリがいて、古瀬の影に隠れ目立たぬ存在であった。しかし、古瀬が去って、数年経った2007年、地元出身の柴田徹放送部副部長に、引きずられるようにして、今夜はまらないとのアシスタントに起用されると、 その村山弁当区で県内の視聴者を引きつけるようになる。このため他のキャスターが契約期間満了で対局に追い込まれる中、その後もまらないと専属の形で残った。ただ契約年数が9年に達したことから2008年度いっぱいで NHK 山形を対局。以後はローカルタレントの扱いで引き続きまらないとに出演することになった。 結婚により山形県を離れた模様で2010年3月初めてナマラナイトに出演しなかった。ありがとうございます。